3人揃いました。こんにちは。9月2日金曜日、嘘でしょ、もう金曜日の時間です。金曜日も嘘でしょだけど、もう9月なのだよ。早いね。怖いね。今ちょっと冷静に考えたらさ、うん、あと10、11、12で終わりだよ。9、10、11、12でね。あ、そっか、9も入れたからね。まあ、あっという間だよ。でもあっという間よ。でもあっという間。みちーちゃん久しぶりだね。あー、ご無沙汰しております。あの先週と先々週とお休みさせていただきまして、さらに言うと、うん、あの先週に関しては動画を送ることすら、いや、もうほんとね、クズだね。なんかすごいね。俺クズだね。今までで一番すごいうなずきを見せてるんだけど。珍しいなと思って。いや、もう完全にね、金曜日だって思ってなくてさ。あら、そんなに何だと思ってたの？え？木曜とかじゃない。木曜とかじゃない。すげえ、だからあのほらグループラインでさ、あのやつがすげえなってるなと思ったの。なんでこんななってんだろうと思って。でもあの公演中だったんだけど、いや、あなたも先々週公演だったじゃない。あなたもよくぞ公演できたね。あの私も公演よくできたなと思うんだけど。よかったね。全部ちゃんとできたでしょ。できた。全部ちゃんとできたのよ。で、俺もさっき話したけど、俺も公演できねえだろうなって若干思ってて、すげえ右目にさ、ゴミ入ったから、ずっとこうやって右目になってるけど。今ね、存在がゴミだからね。いや、そう、俺ゴミだね。そうじゃないよ、そうじゃない。いや、よく公演できたなと思ったよ。すごいすごい。絶対中止になるなと思ってた。で、それでなんかいろいろやっててさ、その舞台周りとかいろいろやっても朝からずっと入っているのガーってやったらもうさ、うっかり、もう申し訳ございませんでした。先週は本当に全然大丈夫だよね。全く問題なかったもん。いつまでゴミ取ってんだよお前。右目が違和感。目取れ、ね、目取れ。今日も雨降ってさ、降ったりやんだり。昨日すごくなかった？なんか土砂降り具合。昨日なんか朝すごかったよね。昨日から朝にかけて。あ、そうなんだ。で、またあれなの？降るの？これ。台風が近づいてるからかな。台風来てんのよ。それか。困ったの。もうさ、ただでさえ普段テンパだけどさ、ここ今日なんかいつもよりさ、もじゃっててさ、なんか横から見たらたわしみたいだもんね。ありがとうございます。たわしっていうか、なんだろう、なんかこういう、なんかない？こういう道具。そしたらさ、その今日妻がさ、髪切ったっていきなり。妻いるの？妻いるのよ。あ、マジで？妻いるのよ。あ、そうなんだよ。リータいるんだから。リータはなんか俺保護してるのかなと思って。妻がいきなり髪切ったって今日の朝切って。切ってないよ。あ、ちょっとくるくるってさ、パーマかけたみたいなね。嘘でしょと思って。切ったけど似合うよね、なんかパーマね。うん、まあ、ずっとそうだからでしょ。いきなり反応してきた、ありがとう。思い出したかも。俺もね、パーマ昔かけたことあんの。これ今がこれ何もしてない髪。でもなんかあの癖っ気になっちゃったね。前はドストレートだったんだけど、なんか髪質って変わんのよね。どの字で、すげえ。ちょっと待って待って待って。なんでそんな笑ったの？見ちゃったから。なんでそんな笑ったの？でも、あの、何が想像したの、ストレートが。そしたらすっごい気持ち悪かったって思って。びっくりしちゃった、ごめんごめん。え、どの時点で髪質変わった？わかんない、気がついたら変わってたね。俺の記憶ないけど、写真見ると、くるくるだったの、ちっちゃい頃。頭が。それ、やめなさい。髪の毛がくるくるで、親がこの櫛とかがもう動かなかったんだって。だから頭にきて一回全部坊主にしたんだって。頭にきて坊主にしたんだ。そしたら少し緩くなったっつってたよ。あ、でもそうなんだよね。あの坊主すると髪質変わるらしいよ、ね、っていうよね。あと、あの地域によってね、引っ越すと地域引っ越すと変わるらしい。これ前も言ったと思うんだよ。いやそれ知らないぞ。そんなあるの？ね、あるある。ないよね、聞いたことない、ね、北海道生まれの人が東京に来たら髪質変わったらしいんだよ。何真顔で言ってんの？いや、だから本当気候とかによってあるんだって。あ、気候ね。あるあるある。お水あるよね。お水は関係ないでしょ。いや、あるかもしれないよ。絶対あるよ、絶対ある。うん、嘘、本当に。地域。地域で変わる変わる。髪質とか出てくる？絶対出てくる。じゃあ肌質も変わる、ね、変わる変わる変わる。そうなんだ。だからあなた、そうよね。だから引っ越したりしてるわけだから。じゃあそのタイミングでこの髪の毛変わったってこと？いや、わかんねえな。もうなんか気がついたらこうなってるから、もう全然わかんない。全然わかんねえんじゃんよ。
ます。ゆめちゃんは昔はどんな髪の毛だったの？なんかね、ふわふわってなってて、なんかだから、え、これはね、なんか手を加えてる状態？これはなんかあのストレート、柔らかめのストレートをかけた状態で、うんうん、あ、そうなんだ。じゃなかったら、うん、なんかあの中学生の頃とかも、うん、お前パーマかけちゃ、なんか高速でね、うん、パーマかけてないですっていうぐらい、うん、ふわ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 ってウェーブっぽくなるって。その時はかけてたんでしょ？だってかけてない、かけて、人生で一度もパーマはかけてなくて。ヤンキーじゃなかったっけ？いや、誰情報？何の情報それ？違うよ。あ、これが長くなったような感じってこと？それとはまた違うけど、俺やったらおばちゃんだよ。いや、俺もなんか昔パーマかけたらなんかもうおばちゃんになっちゃって、ここまでこんな感じ、なんかなんだろう、合わないんだよね、これ似合わないんだよパーマ。でも撮影の時とかね、大体この絵をね使われることが多い、このまんま。何これ、これにだからその整髪料とかちょっとつけたりすると、うん、もっとくるくるになるのね、頭が。さっきからそのくだりくるけど結構結構そのくるくるをね、そのまま使われることが結構多いんですよ、うん、だってすごいじゃん、もうなんかね、普通の頭じゃないもん、なんかね、ずれ、カツラというか、なんかさ、本当に役のためにやったみたいな頭じゃん。一回ちょっとストレート気味にしてほしい。なんかさ、その写真、良さげなやつあったよね。地域に住んでる地域によって髪質が違う理由調べたよ。やっぱそうな、水、うん、水質、うん、あ、やはり空気中の塩分濃度、紫外線濃度、うんうん、変わりますでしょ、ほらね。あ、なるほどね。そうなんだね、うん、だからもうこれ日本ですらあるんだから、海外なんか行ってごらん、もう多分人格も変わると思うよ。人格もね。あ、でもあるかも、ね、なんかそれそうだよ、のんびりした人とかさ、ね、なんか フランクになるとかね。なんかアメリカ帰りの人ってなんかもうさ、すごいじゃん、なんかもうネイティブ具合が気の強さ半端なくね、アメリカ帰りの人。なんか気の強さ、あ、でも意思表示がはっきりしてるよね。すごい、あのどこに行ってきたかにもよるんじゃね。そっか、うん、そっかそっか、バージニア州とかだったらすごくなんか上品になって帰ってくるのかな。いやいや、どうかな、簡単あるよ。カリフォルニアとか行ったらすごそうだね。Yo man, what's up? Come on! Here we go! みたいなね。Here we go! チェケラクションっていうね。はい、どうぞ。どうも、意外とすぐ受け入れてくれた。今日アップなんないからね。そうだね、今日アップなんないと、はい、じゃあまあこうやった とて見えないと思うんですけど、ね、はい、コロナ対策について、うん、演者スタッフの件を行っています。換気50分に1回行っています、うん、番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しています、うん、除菌機器を導入しています、うん、どうした急になんだっけのトレールフレッシュだよ。それなんだっけじゃないよ、これ。それを本当に忘れてんだ、これ。いや、書いてあるんだけど、なんか、あ、質問、あ、まあ、問題ね。そう、オーディエンスが欲しくなった。あ、ね、あ、でもそういうのいいと思う、そういうのいいよ。ただ読むだけじゃ面白くないから。あ、じゃあそのテストでいきましょう。そう、行こう行こう行こう。じゃあ、トリゴヤズーリ FM のスタジオには窓があります。ね、いいね、なんか危なかったよ。ゆれちゃんさ、先生になったらいいね。そしたらみんな答えたがるよ、ね、うんうん、あ、ゆれちゃん先生に合ってるよ。合ってる合ってる。で、最初こうやって優しいんだけど、騒いでるとおい、てめえこらーみたいな。なるんだろうね、絶対なる。で、誰にも舐められないだから。ほ、うんと、いいと思う。先生次は、先生次は、うん、緊急車両のサイレン、うん、台東区の緊急放送。出てこなかった。緊急放送でしょ。はい、正解です。がマイクに入り、はい、お聞き苦しい点があるとは思いますが、ご理解ください。よろしくお願いします。もうみちいちゃんの覚えること聞き苦しいものないから大丈夫でしょ。間違いない。次、甲賀先生いきましょうよ、はい、これさ、あのスタッフ、これね、毎回これ看板じゃなくてさ、これなんか画面でポンなんか出せたりしないの、これ。こういうなんかないの、あのざわついてんじゃねえか、ホームページとかにこれ載ってないの。ざわついちゃってんじゃねえか、いきなり言うから。放送中に言うっていうね。すごい遠いでしょうから、ちょっと私近づけますけどね。あら、そういう手があるのね。はい、皆様、うん、番組応援の会会員募集でございます。了解しょ。はい、じゃあ2人に問題です。はい、お、トリゴエアズーリ FM のこの番組が…ちょっと、あれ、問題出す人が下手。いやいや、相当選択肢あるでしょ、今の。だって、何でもあるよね。ねえ、何でもありなっちゃう。この番組が好きという方に朗報です。うん、ね、嫌いという方は聞き流してください。出てるじゃん。これよ、これ。これを出してほしいのよ、毎回。もうこの看板がもうね、もう
あ、いやいや、いいじゃない、いい、あの、もっと大きくして、そう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 、え、このワイプも消していいや、うん、はい、皆さんね、気を改めまして、番組応援の会会員募集でございますね。色違いで会員募集と書いておりますけどもね、鳥小屋ゼル FM のこの番組が好きという方に朗報でございます。番組の番組応援の会に入会することでスタッフルームからの見学やテレビ電話に出演などあなたも番組に参加することができたりできなかったりしますね。詳しくはホームページよりということでございますんでね、結局お願いいたします。結局出題しなかったか、はい、そうですね。じゃあ続きましてこちら行きましょう、まあ、これもだから出せる、これはないんだよね、いや、これはない、ずっとあるでしょ、これはないないっつってんじゃん、あのリアクションない、なんでないの、ちょっと待って、番組への質問はこちらまでお願いします。ツイッターで皆さんのご意見を募集しております。ツイッター、トリゴイアジューリ FM のこのツイッターに、皆さん、コメントいただけると、即採用で番組でご紹介いたします。よろしくお願いします。イクラちゃんなんかあれだね、声質変わったイクラちゃん今のイクラちゃんなんですか、これなんか何やってんでしょうね、我々ありがとうございます。これ駆けつけ急に急にそこ立ってっていう ね、 ね、うん、それではあれじゃないですか、うん、あ、ただいま、じゃあ、一回ね、ちょっとあの、はい、お知らせ行きましょう、提供行きましょう、ね、お知らせの学校、いけんの、すぐいけんの、さあどうかな、すぐいけるいけるかな、いけないのかな、いけないということでね、違う画面出してたんだから、はい、ちょっと皆さんね、自己紹介が起きましたけどもね、行ってみましょう、はい、私、甲賀忍でございます、彩り豊かな生活、音が流れちゃってる、音が流れちゃってる、ね、これ大丈夫、パニック、パニック、ね、じゃあ行ってみましょうか、うん、今の音何ちょっと、いやだからさっき流れちゃう、音が全校で流れちゃった、このゆりえちゃんの顔見てごらん、あ、ちょっと待って、今何の顔してたの、何ですか、す、大丈夫かなっていう顔してた、ちゃんとやってよ、もうマジみんなみたいな、してないよ、いや、そういうこと言わないでよ、どうぞこの番組は梨畑より心を込めての遠山園、彩り豊かな生活をエヴァ大湯、あら千葉に来たらアピソンでしょうの及川さん、並びに田中さん、田中さんの提供でお送りいたします。ありがとうございます。あの、僕が、うん、僕出ている、うん、CM がありまして、うん、おー、今 YouTube でもう公開して何か1ヶ月ぐらいなんですけど、うん、もう118万回ぐらい再生されてる、すごいよね、111回じゃないんだもんね、そう、111万回だもんね、そう、いや、すごい、すごい、売れるんじゃない、じゃあ売れて、売れちゃうかな、まず売れてよ、そろそろなんかテレビでも流しますみたいなことをなんか言ってたんだけど、ちょっとやめてよ、急に来なくなるの、せめて連絡してよ、ちょっと流してもらってもいい、あ、来た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 、ゲストスピーカー、車は中身だ、カーバッテリーだ、あー、じゃあ、どのカーバッテリーだ、私がおすすめするのはエナジーウィズ、100年以上の実績と高品質で信頼に値するエナジーウィズ、サステナブルな社会を創造する未来のためのエナジーウィズ、カーバッテリーはエナジーウィズ、リハーサル以上でよろしいでしょうか、あ、はい、エナジーウィズ、いいね、いいよ、面白いね、あんた絵写りいいよ、いいね、いいね、これがもうすごい再生回数いっててさ、出てきそう、ハンザーの、面白い出てほしいね、なんか勢いがいいよね、モーションというかね、あ、すごい、あ、褒めてくれてありがとうございます、うん、いいね、僕らしかできないけど、英語できるの、まさかのね、いやいや、なんでまさかできましたね、いやいや、うちらし、あ、なくない、そういえばない、あ、本当だ、本当だ、ついに電車を止めるのがなくなった、いや、そもそもうちら映画で知り合ったじゃんって言おうと思ったらなかった、電車を止めるのがなくなっちゃったよ、そっちにある、あ、そういうこともあるんですね、そういうこともあるんですね、いや、それまで気づかない、我々も我々、本当だね、初心忘れるべからずですな、あー、出してくれ、教えよ、いや、いいな、いいな、こういうことね、この映画でそもそも知り合った3人なんでね、そうだよ、あ、ね、うん、あの、先週私イベント、あなたなんか来ましたよ、どっかの、うん、ありがとうございます、違うとこだよね、清瀬市さんで、そうだよ、ね、のホールで、あの、この電車を止めるの上映トークショーに、うん、あの、銚子電鉄の竹本社長と清瀬市長の、あの、渋谷市長
がいらっしゃって、それはさ、どういう全くうちらどういう経緯、ね、どういう経緯でそういうの参加することになるもんなの？いや、ほんとたまたまで、うん、あの東京駅でさ、うんうん、販売してるじゃない、あ、販売してるね、あの銚子電鉄の食べ物とかをね、そうそうそう、うんうん、なんか即売会みたいな、みたいな、うんうん、そうで、その時ちょっとお話ししてて社長と、うん、で、あの明後日のやつ、明後日のその市長とのトークショー頑張ってくださいねみたいな話してたら、メムタンもおいでよみたいな感じで言ってもらって、それで急遽その場その場って感じだよね、やっぱりね。そうなので、前もってちょっとお知らせとかができない形態になってしまって申し訳なかったんですけど、もう前日の深夜に急遽そのツイッターで見たものね、大盛り上がりでしたか？いや、すごい、あの皆さん結構一部二部なのかな、うん、私は二部だけ参加させてもらったんだけど、うん、結構いらしてくださって、うん、見てくださって、うん、結構ね、今までの中でね、裏話一番出たかもしれないっていうぐらい、そうなんだ、悪口でしょうけど、ね、ちょっとじゃあ時間も時間ないからね、今日はね、なんと、はい、ゲストさんが来てくれておりますけどもね、実はですね、だいたいまあ私のゲストさんが多いので、私は知ってるんですけども、今までね、今までのゲスト2人は初めましてっていう感じのゲストさんが多かったんですが、今回なんと私も初めましてでございましたですね。いや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 、そうなんです。じゃあ向こうゲストの方一番ドキドキしてる、そうです。っていうのもですね、なんとあの応援の会に入ってくださってる、しかもエヴァン太夫スポンサーをやってくださっている、あの浩二さんの息子さんということでございます。いやいやいや、ちょっともうわからなすぎるぞ、はい、ね、それではご紹介いたしましょう。上田さんでございます。どうも、はじめまして。ストップ、ストップしてください。今ちょうどカメラ映ってる、目の前に、あ、いや、もうちょっと前に出てきてください。え、あ、いいですね。はじめまして。はじめまして、道枝と申します。末永と申します。よしきと呼んでください。よろしくお願いします。甲賀忍と申します。いやいや、え、あの、うん、ドキドキしますね。もう どうしようかなって、ね、え、浩二さん、はい、あの、の息子さんですよね。そうです、ね、本当の息子さんですか？一応本当に息子です。あれ、でもなんか名字が違くないですか？あ、まあ、一応、はい、一応違う、いろいろあるですね。あ、でもやっぱりお顔似てらっしゃるような、似てらっしゃらないようなね。そうですね、うん、どっちだよっていう、なんかね、ごめんなさいね。似てます、似てますね、目元ね、あら、爽やかな好青年でございまして、ちょっと今回本当にどうもありがとうございます。ありがとうございます、ね、謎でしょ、ね、そうですね、うん、我々誰かわかります？本当ですか？上田さんは、普段は、そういうことはちょっとまたこれ今から行く、あ、今からです、今からです、ここでね、もう個人個人で呪われかれるから、全く初めましてだから、そうだから視聴者の皆さんもそういう感じだから、うん、ちょっと上田さんのね、ベールを我々が順に紐解いていく、わかりました、そうしましょう。はい、ではですね、じゃあここでいった CM に参りましょう。はい、はい、それでは出ますか？出るんだ。みなさん、梨は好きですか？梨といえば千葉、千葉の梨といえば市川、その市川が誇るこの遠山園、ぜひともこの遠山園のもぎたての梨味わってみてください。ハマること間違いありません。梨畑より心を込めて遠山園。みなさん、梨は好きですか？梨といえば千葉、千葉の梨といえば市川、その市川が誇るこの遠山園、ぜひともこの遠山園のもぎたての梨味わってみてください。はい、出ていただきました。まあ、諸事情いろいろありまして2回流させていただきました。はい、準備は整いました。改めまして、本日のゲスト、上田雅人さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はじめまして、末永ゆりえと申します。上田雅人と申します。よろしくお願いします。はい、はい、そうですね、よくぞこんな足元の悪い中来ていただきまして、はい、本当に遠い中ね、遠いですか、遠かったですか？電車で1時間ぐらいですかね。そうですか、はい、もう本当にお疲れ様でございます、
お呼びいただいてありがとうございます。ありがとうございます。ですね、まず冒頭でもお話しした通り、はじめましてということで、まずは上田さんは普段何をされていらっしゃるのか、ちょっとお聞きしてもよろしいですか。普段は、はい、普通に会社員でサラリーマンをやっておりまして、はい、でまあ、その傍らといいますか、はい、中学生の頃から、はい、その先ほども話ありましたけども、コージと一緒に、はい、レースをずっとやってきまして、はい、で今でもたびたびそのレース走ったりとかしていたりするんですけども、はいはい、であとはその子供たちですとか、今もさすがに引退をしてますので、はいはい、子供たちですとか若手ですね、はい、これから走って速くなりたいっていう子たちに、はい、まあ、先生として、はいはい、教えたりをしているような状況ですね。今ちょっとちらっとワイプ出してもらってるんです。この写真は上田さんですか。はい、これはそう、僕ですね、はい、かっこよいですね。ありがとうございます、はい、先日8月にレースに出まして、はい、でその時の画像ですね、これはね。ゴーカートサーキットユーカートサーキットっていうその、まあ、チームがユーカートサーキット、はい、でそこのチームの多分 Facebook に上がってた写真だと思うんですけど、これ、はいはい、そこのチーム、まあ、東京にあるんですけども、はい、でそこのサーキットのでチームを作って、うん、はい、でレースに出ようということで、うん、大きい大会が、うん、ありまして、はい、その時の写真ですね。ちょっとなんか映像がいただいたようで、はい、流せますかね。あ、ちょっと見ていただきましょう。じゃあお願いします。はい、これが先日のレース。そうですね、こちら栃木県のツインに、モビリティリゾートモテギというサーキットがありまして、はいはい、そこで行われたレースなんですけども、すごい、100台ぐらい出てたレースなんですけど、はい、これちょうどスタート前ですね、はいはい、これから、うんうん、みんな人が道路にいる人がみんないなくなってスタートっていう感じになるんですけど、はいはい、その直前の映像ですね、これはね。はい、うわすごい、だいぶ荒いですけど、辺に多分いると思います。はい、100人の方が出場する、人数としてはもっといますね。あ、100台で、そっか、100台、はい、で1台に3人から5人とかで交代しながら乗っていくんで、うわ、はい、7時間かな、そのレースがあるんで、 7時間、はい、7時間をその交代交代しながら乗っていくレースですね。すごい体力勝負ですよね。じゃあ意外と体力はね、慣れちゃえば、はい、そんなに疲れなかったりするんですけど、ただ暑いですね。あー、はい、モーターのエンジン、エンジンの夏ですとか、うん、まあ、さっきちょっと写真ありましたけども、はい、まあ、レーシングスーツって長袖長ズボンで、はい、全く皮膚を出しちゃいけないとか、うん、ヘルメットもかっちゃかぶんなきゃいけないとかで、はい、本当にサウナ効果みたいな感じで、めちゃめちゃ汗かきますね。うわ、はい、しかも地面に近いですもんね。そうですね、うんうんうん、はい、あ、また続きのなんか動画が、新しい動画があるみたいで、ちょっと見ていただきましょう、うん、はい、うん、これがレース始まりましたね。これちょうどスタートの時ですね、うん、あ、スタート、はい、レースのスタートでよーいどんって言って、はい、一斉に動き出すイメージが強いのかと思うんですけど、はい、このタイプのレースだと、はい、動いてるところから、はい、信号が青に変わってスタートって動き出す、へー、ローリングスタートっていう形式のレースタートなので、あ、そうなんですね、はい、これ今ちょうどスタートしたところですね。へー、はい、このなんだろうな、配置というか、それは決まってはいないですか。これはもうスタートする場所はくじ引きで今回決まりました。なるほど、くじ引きで、はい、ですね。30何番ってスタートだったかな、確か。気持ち覚えてないんですけど、はい、うん、どこが有利っていうのあるんですか。まあ、一番やっぱり有利ですね。まあ、そうですよね、はい、周り誰もいない状況からスタートできるので、うん、後ろになればなるほど、はい、例えば目の前でスキンした車が、はい、そこに突っ込んじゃったりとかいう事故が発生する可能性が高くなるので、交代というか後ろの列になればなるほど可能性が、可能性が高くなるですから、はい、これでちょうど一周回ってきて、うん、ちょうど僕の所属してたカートのチームのカートが、はい、早かったので、はい、帰ってきて3位でもらわせたのが、おー、すごい、はい、すごい、うん、
1周目で1周結構長い5キロぐらいあるんですけど1周が5キロなんですね、はい、へえ走ってきたらもうだいぶ前の方にいるなみたいな、感じでしたね。じゃあなんかこう助けをつないでというか、はい、うーんそうですね、もうバトンタッチしながら交代を、はい、で途中ガソリンを給油しながら、はい、ガソリンじゃないんですけど今回乗った車はガソリンじゃない、はい、何でしょう、バイオエタノールっていう、はい、SDGs ってね、あ、はい、サスティナブル、さっきもね資源がありましたけども、はいはい、まあ、持続可能性のあるようなその燃料を使って、はい、レースに出るっていう、まあ、そういったそのチームの、その、まあ、去年テストがあって、はい、今年じゃ実際レース出てみようと、はいはい、ということでそので燃料を使ってレースに出てましたね。燃料が違うと何かこう変わるところってどういうところにあるんですかね、うん、燃費が悪かったりとか、ただその代わりパワーがすごく出たりとか、へ、はい、速さは速かったんですよ。あ、そうなんですか。めちゃめちゃ速くて、はい、それで30何番手が一気に3番手まで上がったりができたんですけど、ただ燃費が悪いから、うんうんうん、その分給油、まあね、ピット入ってきてゆっくり走って止まって燃料補充しなきゃいけないっていう回数 頻度がちょっとそう増えるんで、あ、そこの、まあ、バランスを見ながら走らなきゃいけないというのがありましたね。ああ、そうなんですね、はい、やっぱじゃあ変わるとね、策略というかそのなんか計画もね、うん、ちょっとまた変わってくるんでしょう ね、走り方の配分もね、はい、なるほど。あ、なんかまた新しい動画いただいたみたいでちょっと見ていただきましょう、はい、どうぞ、うん、これはここが、はい、もう一周ほとんど回ってきて一番スピードが出るこうストレートですね、直線の区間なんですけど、はい、大体140キロ出るか出ないかぐらいまで下りとかできてくれて、はい、で急なカーブなんで出て、はい、次の100キロぐらいまで追加としますよね。へえ、あ、ちょっと下りになってますもんね。そうですね、結構長いストレートなんですけど、はい、はい、ここで100、まあ、前の車後ろぴったりつくと風の抵抗がなくなるんで、はい、あ、その分スピードも出やすくなって、あ、そうなんですか、はい、ギリ前の車ギリギリの後ろ走って抜いていくとか、はい、そういったよくレースが抜きつ抜かれつがあるようなコーナーですね、ここは。へ、はい、え、雨でもやっぱ雨天決行なんですよね、はい、雨天決行です、雨で下りってちょっと怖くないですか？怖いですよ。怖いですよね。怖いですよ。晴れててもちょっとここのコーナーは、うん、本当にギリギリまで行かないけど、はい、気をつけなきゃいけないコーナーだったりするんで、うんうんうん、はい、ちょっとミスるとね、外の砂利の方にバーッと飛んでちゃったりとかしますから、はい、はい、でシートベルトもついてないんで、え、怖い、はい、怖いですね、それ。もうなんか怖いですよ。嘘、あれは。シートベルトなしで140キロですか？で走ります、はい、めちゃめちゃ怖くないですか？怖いですよ。わー、雨降ってたら本当に怖いですね、だからね。怖い、はい、うわー、そうなんですね。そんな状況のレースでした。へー、はい、なんかすごくお聞きしたいなって思ったんですけど、そのなんかこうレースがある時に向けての、はい、例えばそのボクシングとかだったら体重とかいろいろあると思うんですけど、はい、どこにこうコンディションを持っていくというか、はい、コンディションを持っていって。そうですね、体重ももちろん軽ければ軽いほど今回のレースは有利なところはあるので、はい、体重も極力落としたいけど、はい、ただ落としすぎると今度筋力がハンドルも結構重たいんで、はい、筋力も落としすぎちゃいけないし、うんうん、でかといって重くなっちゃいけないから筋トレもそんなにできないし、あ、そうなんだ、はい、体重が60キロだったら60キロに合わぐらいに合わせて、はい、で脂肪を落としてっていうところである程度やりましたね。あ、そうなんですか、うん、その調整がなので難しいですよね。でも何キロに合わせなきゃいけないっていう厳密なところはなかったんで、はい、そんなにガリガリではなかったんですけど、うん、ただまあ乗ってると自然と痩せていって自然と筋肉がついていくんで、うんうん、はい、その辺はそんなに意識しなくてよかったかなっていうのはありましたね。そうなんですね、はい、まあ、じゃあちょっと CM の後はまたさらに深掘りして聞いていきたいなと思います。ですますかね。はい、それではどうぞ。ありがとうございます。古き良き町並み、川越にある旅籠小江戸屋。この川越や
鎌倉にあなたの生活を豊かにするカフェがあります。エヴァンタイム。はい、ゆりえです、よろしくお願いします。いやいや、ゆりえだね。深掘りしたいと思いますってさって変わるってね、なんていうことだね。すみません、よしきです、よろしくお願いします。この入れ替わり立ち替わりシステムを採用しておりまして、やりづらいでしょう。あ、で、まあ、大丈夫です大丈夫です。、はい、いろんな制度がいます、ね、いろんなそのシステムがね、はい、いろんな制度がありますから、ね、はい、さっきのなんかその重たい筋肉いろいろありますけど、筋トレとかされるんですか？筋トレは昔その現役でそのプロを目指してた時はそれこそすごいもう100回腕立て毎日やってるとかありましたけど、やっぱムキムキの方がいいんですか？ムキムキでもなりすぎると体重くなりすぎちゃって不利になっちゃう、うんうん、そうそう、重いちょっとダメみたいなこと言うんですよね。そうなんですよ。なんでそこまでムキムキにしないで、でも細マッチョぐらいが一番いいですね。どんな練習を一番するんですか？僕や、まあ、今でもジムでやってたりするのは、ペットボトルとかの重り、うん、バーこういうのあるじゃないですか、うんうん、あれについてる重りを、丸い重りをこう持ってこう ずっとこうやってやるんですよ。あれパワーステとかついてないですか？やっぱりついてない、ついてないです。もう本物の重さなんですか？本物の重さなんで。でも G かかった時すごいもう腹筋で耐えながらってこう投げながらみたいなのがあるんで、ね、うんうん、でただ重たいものを一気にグッて持ち上げる、そういった力はいらなくて、うんうん、ハンドルを回したらこれをずっと維持し続けるみたいな、うん、そういう筋肉が必要になってくるんで、でそういう筋トレをしつつ普段の練習2と、でもやっぱり道路出て、道路っていうかそのレース場出て実際に運転して練習するしかもないわけですもんね、はい、そうですね。ある程度もでも、もう走るようになってくると、そのコースを練習するというよりも車のセッティングを決めていくとか、そういったような練習になってくるんで。車の何を決める？セッティングを決める練習ですか？まあ、この天候だったらこのセッティングが使えるねとか。なるほどね、はい、なるほどね。このデータ取りをしていくような感じですね。この車のレースで車の種類たくさんあるんですか？はい、まあ、僕今回出てたレースに関してはもうこの車で出ますと、うん、なんかもう決まってたんで、うんうん、でこの車に合わせて。あの車は誰の持ち物なんですか？あれチームの持ち物ですね。あ、そのチームに所属して、はい、あ、なるほどなるほどね。そこで、まあ、乗せてもらって、そのチームでっていうと、その違う車も持ってて違う車の種類のレースにも出るんですか？にも出ることもあります。はい、僕はでも今回そのレースだけだったんですけど。はい、会社員普段されてるって言いましたけど、何をされてるんですか？普通に営業です。営業、これ全く関係ない会社？全く関係ない会社ですね。あ、その会社にはどれぐらいお勤めなんですか？まあ、今ね、転職をして、まあ、2年半とかなんですけど。あ、じゃあ今の会社に2年半で、はい、その前は、うん、それこそ、まあ、サーキットに勤めていて。その上に、あ、そう、あいた、そう、か、そう、ちっちゃいもん、うんうん、あれはすごい大きいコースなんですけど、さっきのアキルノって出てましたけど、あ、そう、アキルノ、まあ、アキルノじゃない、結構あるんですよ、東京に。いくつかある、東京で2つ、うん、あ、そうなんですね、ありますね。で、そこのサーキット場で、はい、やってまして。何をされてるんですか？僕はね、受付ジムやりつつ、うんうん、そのカーストのインストラクターとして、うんうんうん、まあ、その子供たちですとか、うんうんうん、言ってましたもんね、はい、まあ、そこは手ぶらで誰でも乗れるコースだったんで、でも僕がパッて言ったら乗せてくださいって言ったら乗せてくれるよ。どうぞどうぞ。そんなことできんの？できます、できます。動画まだ続きあります、マジで。じゃあちょっと動画行ってみましょうよ、はい、動画行ってみましょうよ。普段働いてる風景、あ、違う、びっくりした。これ夏ですね。これそうです、これはレースの動画ですね。これはね、これさっき100台つけたけど、1台目と100台目で相当タイム変わっちゃうでしょ？相当変わります。クラスがいくつかあって、みんな同じエンジンじゃない、燃費がめちゃめちゃいいエンジンもあれば、めちゃめちゃ速くて燃費悪いエンジンもあればっていう。そのエンジン違うのは、なんかそのハンデみたいな、その条件、最終的に調整が入るんですか？はい、最終的に調整が入りますね。はい、そりゃそうだよね、うん、そりゃそうだね。ちなみに今、その営業されてるのは、はい、なんでそれを上を辞めて転職されたんですか？まあ、いろいろとあって、僕も今ちょっと32なんですけども。おお、若いじゃないですか。あ、本当ですか。平均年齢レーサーはどれぐらいなんですか？いや、レーサー、今 F1 だと20歳とかそれぐらいの子が F1 に乗ってたりするんで、どんどん若年化していってますね。じゃあ何、ベテランの域ってこと？もう僕、大ベテランです。そうなんすか？もう30代だったら、そんなに違います？もうさっきもね、腹筋使って G に耐えながらって言ってたんですけど、うん、やっぱり体だんだん衰えてくると、なかなかそのプロのもう最前線で戦うのは難しくなってきますね。そんなに体シビアなもんなんすか？技術の方が
優先順位高いんじゃないですか。でも技術ももちろんそうなんですけども、あの体のシビアさとか、あと目がついてこなくなります。動体視力ね。動体視力が、はい。で、もう転職されたってこと。僕はまあそのプロで現役でねやってたわけではないので、うん、あれなんですけども、30歳は転職にはいい時期かなと。あ、じゃあそうかそうか、今32で2年、ちょっとそうそうか、30の時に、はい、ちょっとそろそろね、まあ、夢じゃなくて飯を食おうかなと思って、はい、転職をしたところですね。ちなみに何系の営業をされて。今インフラ。ああ、なるほどね。はい、もう手堅く行こうと思って。どうですか、今その営業しておいて、はい、景気の感じ、景気、何の話だ、景気どうですか。うわ、よくはないですね。よくはない。よくはないですね。会社のメンツで、だからこの2年っていうと、もうコロナだったでしょうから、そうですね、転職しての、要は歓迎会とか、あんまできないじゃないですか。もうないですね、全くないですね。終わった後みんなで飲み行こうもあんましてないってことですか。全くないですね。じゃあ、会社の人は、上田さんがブイブイ運転してたことを知らないってこと、はい、いや、これ知ってます。営業者で運転をして、うん、営業者飛ばしてるんですか。飛ばした飛ばした。営業者はもう行動ではもうすごくね、うん、安全運転。ちなみに、ね、ちなみに免許取ってから、はい、捕まったことは、はあるな、これはあるな、これはある。あ、でも今この前免許更新して2回目のゴールド免許を取りました。あ、取りました、はい、僕ね、もうちょっと変わんなきゃいけない時間なんだけど、僕運転免許を変えるときに必ず自分でテーマ決めてて、はいはいはい、そのすげえ笑顔で写真を撮ろうと思って、免許センターで、はい、でイッてやったらすげえ怒られて8回くらいその場で撮り直されて口閉じてください、歯見せないでって、精一杯頑張ったのがこういう感じで撮ったのがあって、で次の時は頭に来たからもうニコニコの自顔っていう設定で、うん、その会場その写真入る時からよろしくお願いしますって入ってたらこういう感じのまま撮ることができて、で今のやつはじゃあ次はすげえ眠い設定でいこうと思って、あ、よろしくお願いします、今こういう写真なんです、勉強なんの話。というわけで一旦 CM 行ってさらに深く掘り下げてまいりたいと思います。一旦 CM どうぞ。非日常的な空間で非日常を存分に楽しみませんか。ここハピソンでは大きな空、綺麗な空気、おいしい水、大自然を満喫できますよ。及川さん、及川さん、及川さん、32歳、はい、さっきね、年の話してたでしょ、うん、誰も聞いてなくて、なんかもう何歳っつった30で、スタッフさんに聞いたら32か7つってました、だいぶ下がるなっつって、ね、32です、ね、32、はい、肌の色ツヤがまたテッカテカですもんね。結構汗かいてましたね。何おっしゃいますか、もういい感じじゃないですか。ありがとうございます。どうですか、どうですか、最近調子は。調子ですか、ぼちぼちですね。ぼちぼちですか。あれ、ご結婚されてるんですか。してないです。してないですか、はい、あら、独身貴族、独身貴族って言い方してませんもんね、もうね。今なかなか聞かないですね。聞かないよね。趣味は何ですか。趣味はもうずっとレースですね。レース、はい、あれはなんかビジネスになんないんですか。あれしたいですけど ね、なかなかね、せっかくだからスポンサーがついたらいいんだ。スポンサーもそうですし、うん、もっとやってくれる人が増えていけば、うん、そういったビジネスもね、なるほど、流れていく、回っていくのかなと思うんですけど。いいスポンサー知ってますよ。本当ですか。エヴァンタイユって言うんですけどね。そうです、うちのねスポンサーもやってくださってるんですよ、お父さんの会社なんですけどね。はいはいはい、もう僕前所属してた、うん、会社のスポンサーもしていただいて、うん、エヴァンタイユさん、エヴァンタイユさん、はい、本当に素敵な会社ですよね。エヴァンタイユさんのオムライス食べたことあります。あります、一回ありました、一回行きました。そうね、僕も食べたことあるんだけど、あのね、まだ仲間二人が食べてなくてですね、今度みんなで行こうって言ってるんですけどね、美味しいでね、あれ、この頃お父様と社長さんがちょっと事故っちゃって、あ、そうそうそう、ね、僕もこの前ね、メール来て、LINE が来てまして、うん、びっくりしましたね。びっくりしましたね、はい、動画も来ましたけど、うん、僕もとかも動画送られてきてね、すごいですね、ドライブレコーダーでね、はい、一部始終が送られてきましてですね、すごいな、浩二さん。そんな事故、本当にガーンってなる、もう、まんま送られてきたんですよ、うちに。俺の携帯に。小川さん、やっちゃいましたとか言って。いや、なかなか素敵なお父さん。やったねってことで。やったね、やったねじゃないよ。すごいですね。じゃあ、休みの日はほぼレース。
ですね、サーキットに行ったりとか、まあ、ドライブ行ったりもしますね、うん、あらそうなんですか、はい、なんか女子とデートとかないんですか、したいですね、あらあ今あのお付き合いしてる方いらっしゃらない、いないですね、あらちょっとじゃあ募集しときます、ぜひいらっしゃれば、番組終了10分前で出てきましたけどもね、よろしくお願いいたします、どういうタイプが好きなんですか、いや特別なんかもうここまで来ると、うん、ね、ここまで来ると、はい、ここまで来ると48歳の俺どうなるんだよ、タイプって特別ないですね、あ、そうですか、はい、絶対ですね、どんな人でもいいんですね、自分自立してる方、わかる、なんか安心しますよね、はい、なんかね支えられたいですもんね、おっとなんかついて、はい、あ、来たぞ、来ましたね、ツイッターが来ました、ツイッターが初めて来ました今日、本当ですか、たまみちゃんありがとう、レーサーって想像以上に肉体的にシビアなんですねというですね、あそりゃそうですよ、そうです ね, ね、F1 ドライバーのトレーニング動画なんかが、うん、結構インスタグラムとかでね上がったりするんですけど、はいはいはい、もう全身に重りをつけて全身ゴムとかで引っ張りながら、うん、ハンドル、そのさっき言ったハンドルを、うん、めちゃめちゃ重たいハンドルをこう回すっていう、うんうん、そういうトレーニング動画が、ね、出てたりするんですよ、片山右京さんとかもなんか首をき、ね、首にすごいんでしょ、負荷が、首がすごいめっちゃなんかね鍛えてる動画とかありましたけど、はい、カートで F1 でもそれだから、だってスピードがあれか、はい、F1 って何キロ、300キロ、300キロでしょ、ね、はい、でもカートでもの、はい、出ますよね、出ます出ます出ます、200ぐらい出ます、カートで、まあ、さっき乗ってたカートで140キロぐらいなんですけど、あの小さいコースに行けば行くほど、うん、あの、ま、小回りする形になるんで、うん、余計首に G がかかるんですよね、あそう、はい、例えばどんな感じですか、何がどうまとわりついてる感じですか、あの、まあ、よく言われるのが、うん、その体重頭の3倍の重さで押される感じ、うん、頭の3倍の重さ、ヘルメットかぶってるんで、うん、普通普段のヘル首の重さ以上に、うん、ヘルメットをかぶった重さの3倍がかかるんですよ、でも結構あの首そんなにあれですよね、ムキムキじゃないじゃないですか、最近もやっぱりその引退をしたっていうのがあるんで、あれなんですけど、現役時代は本当にそれこそ体脂肪率2%まで落としましたからね、いや今何パーですか、今 15% ぐらいです、おお、いいのか悪いのかよく分かりませんけど、ね、でもすごい痩せてらっしゃいますもんね、筋肉質ね、まあ、一応ある程度は絞ってありますね、うさん全然話変わるんですけど、はい、さっきからね、うん、ずっと、さっきのこのみちいちゃんっていう別の人がいたでしょ、はい、話してる時にワイプでね、はい、ちっちゃワイプってあのちっちゃいなんかの、うん、で、あのいろんな写真がずっと出てたんですけどね、全然みちいちゃん気づかずにですね、何回もこれ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 あのこれこれチームオーナーですね、オーナーさんですか、オーナーです、はい、チームオーナーさん、全然顔が見えませんけどもね、はい、どういう感じな、お若い方なんですかね、この方も50代ぐらいですかね、いやーチームオーナー、はい、チームオーナーちょっと番組来てくんねえかな、これは何ですか、あ、表彰だ、そうだ、はい、まだあのあれですね、動画でゴールシーン流してなかったですけどもね、ゴールシーン多分ね動画ないかもしれないんですけど、え、ないんだ、あれで全部終わり、はい、あると言ったじゃないですか、さっきゆうきくん、あ、じゃあこれがもう表彰、これは何、結局何位だったんですか、今回は100台近く出てまして、うん、1位でした、おお、マジで、マジで優勝、優勝でした、ありがとうございます、そう、わお、ファンタスティックベイビー、あ、すごいですね、リレーですもんね、リレーですね、何人、3人でうちの3人で走ってまして、いやで一番最初が、はい、上田さん、いや僕はね真ん中、うん、中継ぎやって、真ん中だ、最初誰だったんですか、はい、最初オーナー、最初最後オーナーで、オーナーが来て、はい、あれでもあの女性ドライバーもいたっていう話、女性もいましたね、ね、はい、女性ドライバーの写真あるんですよね、女の子ドライバーもいまして、うん、彼女が一番早いんで、あ、彼女に一番頑張ってもらったんですけど、あ、そうなんだ、はい、ゆきくん女性、あ、これのこの写真なんですか、これが、うん、あの順位がずらっと出るんですよね、うん、これで今1位、はい、一番が20番が1位にあるんですけど、うん、あのうち20号車だったんで、うん、もうずっとあそこの21番のところから20番はずっと動かずに、Here we go! いや、いい、かっこいいですね。ちょっと女性ドライバーの写真出ます？ちょっと待ってくださいっていうね。いや、そうですか。もう何やかんやでですね、ちょっとあっという間にお時間がなってしまいまして、もっと踏み入った。あ、これ女性ね。相変わらずお顔がちょっと見えますけどもね。例えて言うと、どなたに似てらっしゃるんですかね、女性ドライバーね。難しいですね、ちなみに上田さんね、僕誰かに似てると思ったらね、はい、あの森山な、違う、あの森山未来、はい、俳優の森山未来でしたっけ、はい、
森山未来さん、ね、似てるって言われません？あのよく言われますね。はい、いやーバク転とかできるんですか？バク転はできないけど側転ならいけるかな、なんとかみたいな。いいとも何の話ですかこれ。あ、これ女性ドライバーのね、そのアップですかね、はい、これ ね、はい、あらちょっとじゃあ今度女性こういうなんかレーサー同士で、はい、ないんすか、なんかないですね、ないんだね、ないということであっさり切られましたけどもね。そうですか、上田さん、はい、すいませんちょっとお時間になってしまいましてですね、もっといろいろ話聞きたったんですが、またいつか気が向いたら来てくれるかな。いいですか。いいんですか。いいですよ。ありがとうございます。普通知らないか。いいと思うって知らないですよ。もうね、32歳で、ね。知ってますよ。知ってるの。乗ってくれ。言っていいのかなみたいな。いいです、いいですよ。上田さん、ありがとうございます。ありがとうございました。本当にね、今日のゲストはですね、上田正人さんでございました。ありがとうございます。それでは CM 挟みます。沖縄返還50周年記念として、沖縄うるま市にある闘牛場で、殴り合い親睦を深めるというイベントがあります。なんとこの試合に田中さんが出るとのことです。対戦相手は現役アーミー20歳のドミンゲスさん。この試合で田中さんが装着予定のパンツに寄付してくれるスポンサー募集です。その寄付金はすべて若年貧困家庭の食事提供資金に変わります。あ、ちなみにこの裸の方は練習仲間だそうです。すごいです。なんかいつの間にかスタッフが当たるだったりとかね、なんか偉そうになんかさ、ね、偉そうではない、別に教えてくれて、いやすごかったね。最後気を使わせるんじゃないよあなた。気使わせました。もうめちゃくちゃ困ってたでしょ。そんなことないよ、ね、でも優勝だったんだね。優勝よ、すごいね。100台だぜ。大したもんだ。100台出てさ、もうできるできるとは思ってたけど、まさかここまで1位とかでも喜んでるよ俺、うん、いや1位かすげえな。1位だよ、8位じゃないんだ、1位だよ、やるときはやるんだよ。女性ドライバーさんが一番早かったっつってるけどね。すごいよね。すごいな上田さん、ありがとうございました。ありがとうございます。首なんだねやっぱりね。こうなだから困る、だからもうこういうことになるってことでしょ。困り、もう大前も言いましたっけ、あ、何も聞こえねえと思ったらイヤホンが外れただけだ。あのさ、うん、昔その先々代のさ佐渡ヶ嶽親方のさ琴桜っていうさ横綱がいたんだけどさ、現役の時の一番太い時の首周りが60センチ超えてたって。だから普通の首って何センチこれ。でも60センチってことは女の人のウエストぐらい。あ、そっか、そっか、60数センチって言ってた。どういうそうだよね、うん、ゆりちゃん何センチ。やめてよ。何もしてないじゃん。何もしてないじゃん。いや、マジで。今来そうだったよね。今来そうだったよね。マジで、本当に。今来そうだったもん。すごい。すごい、野生の動物みたいな動きだった。でも、だからでも、それぐらいの首周りだった。それは、こそ考えたらすごいね。首が60ってことは、じゃあ、ウエストはいくつなんだろうね。お相撲さんだからね、相当だからね。でも体脂肪率 2% っておっしゃってたでしょ。びっくりした。異常だよ、ね、普通の人は何パーセント。多分18ぐらいあなたあるよ。そういうことなんだ。で今女性は 20% ぐらいあっても全然普通だし、僕も多分今 13% 前後ぐらい。脂肪が 2% しかないってことか、体の中で。そうだから、その本当一桁に行くのも相当大変、一桁行くのがまずすごい。あと 1% 落としてたらちょっと命に関わってたね。本当、うん、でもやばいよ、ね、でもさあそろそろお時間でございます。いや話尽きねえな、クソ。尽きたわ今ちょうど。尽きたとこだ。そうですね、しばらくみちちゃんしばらく舞台はないのかな。しばらく今のところ予定してない。やっと忙しぶってたあの男が。しばらくまたドラマの撮影もないの。なんか映像もなんかさ、ドラマの撮影も今のところないんだね。ゆるちゃんは、大丈夫です。あ、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。すごい嫌われてるんだぜきっと今のは。いや、あのね、本当にすごい便利で残酷な言葉だと思うよ、ね、大丈夫だよ、ね、確かに、うん、確かに大丈夫。すごかったね、切れ味抜群の大丈夫だった。私ね、ちょっとね、来月、うん、またね、あんだよね、そう、見た。最近私、2.5 次元俳優になってましてですね、また漫画原作の、うん、先駆け男塾っていうですね、あの、軍服着てたよね。そう、見た。伝説の漫画がまたね、なんかヤフーニュースで見ましたよ、それ。そう、うん、いつでも読んでくださいね。
おあれマジ道ちゃんマジ見に来な、あれは本当面白いから、うん、本当にちょっとスパムやばい、時間、うんうん、ね、それでは本日もいきなり終わる、ありがとうございました。もう終わりのお時間です。久々に3人揃いました。3人揃楽しかったね、うん、ありがとうございます。次揃うのはいつでしょうね。来週だよ。ですかね。それ本日も私末永ゆりえと高賀忍と道よしきと、はい、お前で終わりなんだよ。今日多分たくさんいらっしゃったスタッフの皆さんです。ありがとうございました。来ていただいた皆さんありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。ありがとうございます。うっすら聞こえてる。